本日も動画をご覧いただき誠にありがとうございます。本日ご紹介しますのは川崎ゼファー400ですね。こちらはですね1980年代後半ですね発売されたモデルです。空冷の4気筒エンジン、こちらを搭載しておりましてですね、今でもネイキッドこちらにね火をつけている1台です。非常にコンディションのいい1台です。早速ご紹介していきたいと思います。はい、まずはフロント周りからですね。ヘッドライト、一眼のヘッドライトですが、大きなレンズ割れ、錆び腐食、そういったものもございません。ウィンカーの、ね、ステオレ、そういったものも見受けられないですね。はい、そしてフロントフォークです。こちらもね、点錆、白錆、そしてね、オイルにじみ、オイル漏れ、そういったものも見受けられないですね。フロントフェンダー、こちらもね、塗装割れ、飛び石による塗装剥がれ、そういったものも見受けられません。はい、そしてフロントの足回りですね、ゴールドにペイントされたホイールしっかりと仕上がっております。ブレーキはダブルディスク、こちらを装着しております。錆腐食、そしてキャリパー固着、そういったものもね見受けられないですね。はい、ではねサイドマンエンジンですね。はい、ブラックにねペイントされたエンジンです。ヘッドからのオイルにじみ、キャブレターからのガソリン漏れ、そういったものも見受けられませんね。川崎のロゴが光るですねポイントカバーですね、大きな削れ割れございません。クランクケースもねそういったものございませんね。はい、フレームもねしっかりと仕上がっております。はい、ステップです。オリジナルのものを装着しております。大きな曲がりや削れ、そういったものございませんね。そしてマフラー、こちらもオリジナルのものを装着しております。音は後ほどご紹介したいと思います。はい、ではリア足回りですね。フロント同様ゴールドにペイントされたホイールです。大きなねガリキス曲がり、そういったものを見受けられないですね。はい、ローターもね錆腐食少ないですね。はい、ではリア前ですねご紹介します。はい、フェンダーレスキット、こちらを組み上げてねすっきりと仕上がっております。それ以外はねオリジナル状態キープしておりますね。はい、反対回ってシートですね、タックロールシートです。大きな破れや切れ、そういったものございませんね。はい、そして火の玉カラータンクです。大きなへこみ、傷、そういったもの見受けられないですね。タンク内ご紹介します。はい、こちらもね大きな錆腐食ありませんね。はい、ではエンジン始動いきます。はい、炊き上がりいきます。はい、グラウンいきます。はい、こちらゼファー400ですね。もう発売されてですね間もなく30年近く経つ車両ですがね、非常にコンディションいいですね。そしてオリジナル状態キープしております。最近はねゼファーオリジナルで乗りたいという方も結構多いですね。ぜひお問い合わせをお待ちしております。